保守か。バッテリーね、マッチとかに頼む。でもマッチ吹っ飛びそうだよな。あんちゃんのシンカーで吹っ飛んだりしないか。あんまあるらしいし、ここバッテリーも熱いと思うんだけど。吹っ飛ぶか、さすがに。あとキャッチャーって頭脳明晰。うわ待って、しまった。うち銀ポン、銅のポン、ポポンと登場。 IQ 間違い。あ、ちキャッチャーが、どうしよっかな。ポンちゃん悪くなくてくさ。ポンちゃんはポンとなだけ。っていうか投手優秀だな。守備機会回ってこんやん。ゼラート一塁ね。あ、スーチー、わかった。ね、うん、まあお任せでいいや。頑張れ頑張れフレン。引っ張りへの信頼がちょっと下がったのであった。いやでもマシになってるという噂、数値を信用していきたいとこだけどね。頑張れ。おいいよ、よく当てた。バットにボールを。おバカ走れ、おバカ走れ、おバカ走れ。よっしゃ。ナイス。あ、あのおバカは今暴言ではありません。違います。そんなことはありません。すいませんでした。君の処遇をめぐってめっちゃ悩んでるよ。私もここゆっくり悩みたいな。で、マッチは別にマッチ界は総力から入んなくてもいいけど、いやでもひとまずあれだな、足をいいにしとくのに悪いことないか。ミートファンもパワーも重いのが低かったけど、そう、マッチュ平たいんよ、マッチュ平たいんよ、マッチュ平たいんよ。あの、変な意味じゃなくてさ。違う、あの今大事なのが流れちゃったやん。マッチュの方針を考えてるところで言わなければ丸く収まってよ。すいません。